冬の情景を模したスノーグローブ。スノーグローブとは、休憩やドーム型の透明な容器の中を、水やグリセリンなどの透明な液体で満たし、人形、建物などのミニチュアと、雪に見立てたもの、等を入れ、動かすことで、雪が降っている風景を作るものである。日本では、スノードームとも呼ばれ、土産品や玩具として売られている。容器は、ガラス製のものが多いが、自作して、 オリジナルのスノーグローブを楽しむ人たちもいる。販売実期としてはクリスマスシーズンによく売れる。小型のものが主流だが様々な大きさのものがある。土台にオルゴールを仕込んでありボール部がオルゴールのねじ回しになっており、オルゴールを鳴らすことで回転する仕掛けになっているものもある。スノーグローブの始まりは定かでないが、一説には19世紀前半のヨーロッパで、 ペーパーウェイトとして使われたのが始まりとされる。その後1889年に開催されたパリ・バンコク博覧会でエッフェルトをモチーフにしたスノーグローブを販売したところ話題になり世界中に広まった。1941年のアメリカ映画市民経営の一場面でスノーグローブが印象的に使われたこともあって一般的にも認知された。現在では 世界中にコレクターがおり、コレクターズアイテムの一つになっている。ありがとうございます。